こんにちは、海です。今日はヨーグルトメーカーが必要ない、北海道とかお湯を入れたペットボトルでこまめな温度管理をする必要がない、保温機能のついた炊飯器があれば作れる手作り納豆の作り方をご紹介していきたいと思います。では早速材料なんですけれども、まず大豆ですね。大豆は中区では売っていないので、日本から送ってもらっています。で、ちょっとね、私これ間違って、大粒の大豆を買ってしまったんですけれども、できれば小粒の大豆の方が納豆には向いていると思います。これ1キロパックなんですけど、今日は 200g で作っていこうかなと思います。それから納豆菌ですね。もし納豆自体が、手に入る国に住んでらっしゃる方であれば、最初1回納豆を買って、その納豆から増やせるらしいんですけど、ちょっとね、中区では納豆が売っていないので、この納豆菌を使います。材料はこの2つだけです。めっちゃシンプル。では早速作っていきます。まず大豆を測っていきます。だいぶ多かったな。250g にしようかな。何 g でもいいんですけど、大豆を煮るときの鍋の大きさとか、発酵させるときのタッパーの大きさによって、まあグラム数ちょっと調整して作ってみてください。次に大豆を洗っていきます。皮が破れない程度に結構しっかり洗ってください。はい、では洗い終わったら水に浸していきます。水を吸うと2倍ぐらいに膨れるので、もうかなりたっぷりめのお水を入れちゃって大丈夫です。浸す時間は冬だったら24時間、春、秋は15時間、夏は6時間程度っていうのが目安みたいです。まあ、中区は夏なので、このまま6時間放置していきます。では6時間後へジャンプ。はい、6時間経過しました。水に浸す前と比べたら、こんなに大きくなりました。2倍以上になってるかな？で、これをこの後茹でていきます。で、茹で時間なんですけど結構長くて、普通の鍋で茹でると4時間ぐらいかかるんですよ。なので今日はこの圧力鍋をケース宅から借りてきたので、これを使って茹でていこうと思います。で、圧力鍋で豆、大豆を煮るときは結構注意が必要みたいなので、取扱説明書をよく読んで、量とか確認してから茹でるようにしてください。で、この鍋は、なんていうのかな、豆類最大量っていう線が入ってるので、それ以上にならないように入れていきます。沸騰するまでは強火で、圧力がかかったら弱火にして、そこから10分の予定でいきます。ではそれを待ってる間、発酵に使うタッパーを熱湯消毒していきます。では次に納豆菌液を作っていきます。納豆菌液は、購入される納豆菌によって、多分、作り方が書いてあると思うので、そちらの方を見ていただきたいんですけど、私が持ってる納豆菌は、大豆 100g に対して 10cc の納豆菌液を使います。今日 250g の大豆だったので、25cc の熱湯を冷ましたお水がこちらです。ちょっとぬるいぐらいかな。それに、この納豆菌を入れていきます。私はいつも結構多めに入れちゃいます。発酵がうまくいかなかったら嫌なので、倍に近いぐらい入れちゃうかな。で、これを溶かしたものを後で煮上がった大豆に振りかけていきます。はい、では減圧が終わったみたいなので、ちょっと様子を見ていこうと思います。うわ、怖っ。怖っ。
で、茹で上がりの目安は、指で大豆を潰してみて、ぐにゃっと簡単に潰れるぐらいの硬さです。あ、いい感じ。発酵させると、豆がキュッと、ちょっとね、締まるというか、硬くなるので、十分指で簡単に潰せる硬さまで茹でておいてください。では、これのお湯を切って、タッパーに入れていきます。さっき熱湯消毒したタッパーね。で、ここに先ほど作った納豆菌液をザーッと入れて、で、これをよくかき混ぜます。でね、このタッパーに入れた時に、大豆が、このタッパーのね、底から2重なりぐらい、2段ぐらいになるような大きさのタッパーを用意してください。あんまりいっぱいこう大豆が重なっちゃうと、うまく発酵できないことがあるみたいなので、まあ、そんなに重ならないように入れられるぐらいの十分な大きさのタッパーに入れるようにしてください。で、ここにキッチンペーパーをかぶせていきます。発酵させてる間に大豆からすごい水分が出てくるんですけど、それがね、タッパーの内側で結露して、大豆にポタポタ落ちてくるとあまり良くないと思うので、それを吸い込ませるためにキッチンペーパーをかぶせて、で、ここにラップをかけます。これをまあ紐とか、私はゴムを使うんですけど、こういうので止めて、蓋をします。で、大豆の発酵って酸素が必要なんですよ。なので、このラップに、まあ、爪楊枝とかで空気穴を開けてください。で、これをバスタオルで包んでいきます。はい、こんな感じでバスタオルでくるみました。では、これをこのまま、発酵させていきます。はい、こちら炊飯器です。もともと保温をして温めてありました。これを開けて、ちょっとなんか汚いんですけど、ここにさっきタオルにくるんだタッパーをドン。で、これで、保温ボタンを押して24時間置きます。で、中のね、釜に大豆をそのまま入れて、蓋を閉めて発酵させちゃうと、多分温度が高すぎて、うまく発酵ができないと思います。40度が目安なので、まあ、蓋を開けてね、こういうタオルでくるんだタッパーに大豆を入れて、この状態で発酵させていくっていうのが、今のところ私のベストです。では、発酵開始します。今の時刻は夜の9時。なので、明日の夜の9時まで、この保温状態で、大豆を発酵させていくと。で、さっき、タッパーにキッチンペーパーをかぶせたと思うんですけど、あれがね、大豆から出た水分で結構ぐちゃっと濡れてきちゃうので、この後、まあ、3時間後ぐらいに1回様子見て、キッチンペーパー変えていこうかなと思います。では、3時間後。はい、では3時間経ったので、キッチンペーパーを交換していきます。で、この交換は、タッパーが冷めないように手早くやっていきます。わかるかな？わかんないな。もうほとんど全面が濡れてる感じです。はい。次は5時間後ぐらいかな。おー、もうね、納豆の匂いがしてます。またもや、キッチンペーパーは全面が濡れてますね。わかりますかね？こう大豆がかなりこう乾燥して白くなって、ちょっとね、シワシワってなってきてます。いい感じで発酵が進んでいるようです。おー。どうでしょう？さらに、シワシワになって納豆っぽくなってきました。はい、現在夜の9時になって発酵開始から24時間が経過しました。大事に大事に育てた納豆がうまく出来上がってるかどうか見ていきたいと思います。おー。ここで変な匂いがしてると雑菌が入って、
ってうまく発酵がいかなかったってことになるみたいなんですけど、今のところ匂いはもう完全に納豆の匂いです。見た目はこんな感じ。かなり乾燥してシュワシュワってなってます。あとは、糸が引くかですよね。ではちょっと箸を入れてみます。おー、おー、すネバネバとしっかり納豆になってます。ちょっとね、食べてみようかな。美味しい。味もしっかり納豆だし、硬さもちょうどよかった。今のままでも十分食べれるんですけど、ちょっとね、発酵が終わったばかりの納豆ってアンモニアの匂いがするんですよ。結構アンモニア臭。で、これを冷蔵庫で1日寝かせるとアンモニアの匂いが飛んで、さらに美味しく食べれるようになるみたいなので、この後冷蔵庫で24時間寝かせていきます。はい、おはようございます。昨日の夜、納豆をいじる元気がなく、1日半経ってしまったんですが、冷蔵庫で寝かせ終わった納豆がこちらです。すっかりね、アンモニアの匂いも消えて、納豆の匂いになりました。これをですね、こんな感じで小分けにしました。1つ約 50g、市販の納豆で1パック分ずつに小分けしました。これを私はいつも冷凍で保存しています。250g の大豆から11パック分作ることができました。では今から食べていきたいと思います。作るのは私の大好きなあれです。納豆、鰹節、ネギ、お醤油、からしを混ぜて、納豆餅です。うちは昔からお餅といえば納豆餅だったので、これが全国区の食べ物じゃないっていうのを大人になってから知りました。結構ね、限られた地域の食べ物らしいんですけど、もうね、めちゃくちゃ美味しいので、おすすめです。お醤油じゃなくてめんつゆを使ったり、からしじゃなくて生姜を入れたり、家庭によって味が違うみたいなんですけど、ぜひ、試してみてください。めっちゃ美味しいです。いただきます。美味しい。うまっ。今までで一番上手にできてる。なんでだ？ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。